第19番目は横浜翠嵐高校翠嵐会と在校生の皆さんです。こちらも次校でご紹介をいただくことになっております。よろしくお願いいたします。こんにちは、横浜翠嵐高校です。翠嵐は来年創立100周年を迎えます。翠嵐高校の校歌は100年前からほとんど変わっていません。メロディーも歌詞もです。ですから校歌は1曲しかありません。今日は他に大上演歌と自由曲に学生時代を歌います。校歌1曲しかないんですけれども、50周年ですとか80周年ですとか、節目節目に特別な編曲を施して歌曲を。我々100周年でいろいろ調べましたが、いろいろ面白くことも分かったりしました。ジュニアレッドクロス JRC はご存知でしょうか。それは翠嵐が最初なんだそうです。僕らも知りませんでした。それから山賊の歌ご存知でしょうか。あれを作曲したのもあの JRC の大先輩だそうです。今まで長い間作詞者が名とされていましたけれども、最近ジャスラックにも登録をされたそうです。そしてその JRC が全国に広まるとともに山賊の歌も広まっていくというようなことだそうです。準備が整いました。下は現役の1年生から上は中学3巡回、年齢幅約70歳の大合唱団でございます。指揮は熊坂義雄、ピアノ、ダンスが矢田恵子、そしてトランペット隊は吹奏楽部の若い OB の9人でございます。それではお願いします。Oh!